昔昔ある国では、年寄りぐらい国の役に立たぬものはない、61歳になったら皆山へ捨てろという厳しい掟があったそうです。おらやっ。そうしてそんな国の片田舎に、元気者のおっかあとその息子が仲良く暮らしておりました。ある夜のこと、さっきからちっとも食べとらんが、どうしたんじゃ。おか、どうしても明日お山へ行くんか。もうとうに決めておったことじゃろが。わしのことなら何にも心配せんで。実はこの元気者のおっかあもとうとう61になってしまい、明日はいよいよ姥捨て山に行くことになっていたのでした。今日もいい天気になりそうじゃ。何しとるんじゃ。のんびりしとると日が暮れちまうぞ。もたもたするでね。お山までどれほど遠いかお前には分かっとらんのか。こうして息子は仕方なく、おっかさんをひょい子に背負い、姥捨て山への道を登って行きました。しかし一歩進めばそれだけ姥捨て山が近くなる。山へ着けばもう二度とおっかさんと会うこともできなくなる。そう思っただけで息子の胸は締め付けられるように痛み、足は重くなるばかりでした。そうして山はますます深くなり、寂しさを増してきました。歩き続けているうちに、いつしか道さえもわからぬほどの山の奥へ来ておりました。そうして姥捨て山はもう間近でした。しばらくして息子は背中で妙な音がするのに気がつきました。おっか、なんで枝なんぞ折っとるんじゃ。ああ、これか。これはお前が家へ帰るための道しるべじゃ。道しるべ。振り返ってみると、里へ帰る息子が深い山の中で道に迷わぬようにと、目印に捨てられた木の枝が点々と今来た道筋を教えるように落ちておりました。自分でどうなるかもわからんというのに、なんで俺らのことをそんなに気にかけるんじゃ。そんなことは当たり前じゃろうが、お前はわしがこの腹を痛めて産んだたった一人の息子じゃ。何よりも大事な息子なんじゃから。さあ、少し急がんと日が暮れちまうぞ。おっか、家へ帰ろう。
なんじゃと。待てこら、待てじゃ。そんなことしたらどんなお咎めを受けるかわからんぞ。ほら待て。どんな罰を受けたって構わねえ。俺はおっかをお山へ捨てることはできねえだ。バカもん何言うとるだ。バカ国でねえ。ほら止まれ、おろせ。わしをここでおろすんじゃ。わしはここから一人で行くから、お前は一人で帰るわ。おろせ、おろせ。バカバカバカ、おろすんじゃ。おろせ、ほらおろせよ、おろせ。はあ、バカも。そうして誰にも見られぬようにと、夜になるのを待って家へ入ると、床下に穴を掘り、そこにおっかあを住まわせることにしたのでした。せがれのやつ、バカなことしおって。そんなある日のこと、突然隣の大きな国の殿様が、この国の殿様に難しい問題を出し、もし答えられなければこの国を攻め落とすと言ってきたのでした。入れ縄をない、それを壊さずに持参せよか。こんなふわふわした入れ、どうやって縄をなうんじゃ。これせがれや、せがれや、下は息が詰まりそうでな、ちょっと外の風に当たりに来たんじゃ。そこで息子は村に建てられた考察の話をおっ母に話して聞かせたのでした。いやなんじゃそんなことか。それだったら簡単なことじゃ。なに、おっ母は灰縄の作り方を知っとるのか。ああ知っとると。もまんず硬い縄をなってな、それを塩水につけてよく乾かすんじゃよ。それを戸板の上で燃やせば出来上がり。簡単なことじゃよ。うんうん、おっ母の言う通りやると見事な灰縄が出来上がりました。それを見た殿様は大喜び。ところが二三日すると、隣の国の殿様は二つ目の問題を持ち込んできたのでした。七節曲がった竹の穴へ糸を通せじゃと。簡単簡単。そこで息子は再びお城へ向かうと、殿様に答えを申し上げたのでした。その答えというのは、七節曲がった竹の片方の縁に甘い蜜を塗り、もう片方の縁から糸を結んだアリンコを入れてやる。アリは蜜の匂いに惹かれて曲がりくねった竹の中を通り抜け、出口へ出てくると糸が通るというわけでした。おお見事じゃ。ところが隣の殿様はまたまた三つ目の問題を出してきたのでした。その問題は、打たずともなる太鼓を作ってこいというのでした。それはじゃな、息子はまたまたおっ母に教わった通りに太鼓を作ると、城へとやってきました。その答えというのは、紙を貼った太鼓の中にクマンバチの大群を入れ、中で慌てふためくハチたちが紙に当たって音を立てるという仕掛けでした。この度の数々の働き、見事であった。ところでお前はこんな難しい問題をどうしてわかったのか申してみよ。はい、実はほら、国の決まりを破り、年取ったおふくろをお山へ捨てることができず、家に隠しております。この度の問題の答えは三つともすべてそのおふくろから教わったものです。そうか。この国を救ったのは年寄りじゃったのか。息子の話を聞いて殿様は、年寄りの知恵や知識がどれほど大切なものかをつくづく思い知って
ったのでした。それからというものこの国では今までの決まりをやめて姥捨て山へ年寄りを捨てるという習慣はなくなったのだということです。また隣の国の殿様もこの国の知恵のあることを恐れて二度と無理な注文をしてくることはなかったそうです。こうして戦の心配もなくなり年寄りをいたわり人々は幸せに暮らすことができるようになったということです。